はい、どうもバッキーです。今日ご紹介するお店は門前仲町にありますこちらでございます。プラスアルファキッチンさんにやってきまして、こちら見てください。じゃじゃん。看板メニューがラムなんですけど、なんとワニの肉とカンガルーの肉が食べられるお店ということで、まあ僕もね最近ラム肉はジンギスカンとかね結構食べてるんですけど、これワニとかねカンガルー食べたことないん で店頭にねいろんな説明があるんですけど、例えばこのワニだとね、脂質は鶏の胸肉の5分の1という、でコラーゲンもたっぷりで、あとカンガルーは高級なローストビーフって書いてあって、まあ、とにかくこう低脂肪なんですね。カンガルーの体脂肪って2%しかないらしいです。まあ、ラム肉に関してはね効果効能知ってる方も多いと思うんですけど、お一人様も OK みたいです。量も調節してくれるみたいですね。やっぱりねあのラム肉とかジビエを扱ってるお店ということで、美意識の高いね女性と食べに来た方がいいかなということで、どうもよろしくします。なんでカメラが回ると急にかしこまるというダチョウの肉までありますから。ダチョウないですよね食べたこと。丹波さんのイノシシすごいな。ダチョウのレアグリル、ヤギの低温調理、鹿の新玉とか、肉は肉でもねいろんなお肉があります。うん、1位はねラムカツだそうで、ちょっとねこの1位はもう無条件でね頼もうかなと思います。欧州オールスター盛り、あこれを頼めばいろんなお肉が盛られてるから、まあ2人で今日も来てるしねちょうどいいのかなと。なんと焼きカレーっていうのもありますね。これはなんかいろんなお肉とかね今紹介してましたけど、ここだとまた別で、これはなんか最後締めでいいかもしれないですね。普通のビールはプレモルがあって、はい、で店主おすすめクラフトビール こっちですかね。そうですね。じゃあこちらでお願いします。はいはい、女性はこういった果実酒なんかがおすすめなんですかね。そうですね。結構お酒の種類いろいろありますね。カクテルとかもあるし、あノンアルもちゃんとある。じゃあ乾杯です。どうも。非常に飲みやすい。なんか癖が強いのかなと思ったら全然そんなことないですね。めっちゃクリアでちょっとフルーティー でこちらが欧州オールスター盛りということで、でも見た感じ牛とか豚じゃないのって思いますが、これね一つ一つね違うんですよねお肉が。まずこちら、はい、あこちら、はい、ラムの生ハムになります。ラム肉なんですかこれ。はい、そのお隣がカンガルーのヒレ肉のローストです、ね。これカンガルーの肉なんですか。カンガルーです。体脂肪 2% の超マッチョなお肉です。これカンガルーって言われないとちょっとわからなくないですか。そうですね、食べてもわからないと思う。食べてもわからない。なんかちょっと牛肉っぽいですね。そうですね、牛の赤身に近いですね。こちらがメンチカツなんですけど、はいはい、ワニの胴体の部位をひき肉にしたものです。これはじゃ あのレモンを絞ってソースですか。そうですね、はい、これはカンガルー用 カンガルー用の、はいはい、ソースですかね、はい、これはすごいですね。わかんなくないですか言われないと。見た目全然普通。もう全然わからない。ラムのラムハムです。いただきます。特にあ、うまっ。ハムともうすごい旨味が。これあのなんかラム苦手な人もね食べられますね。ラム肉は脂肪燃焼効果があるんですよね。もう今の僕にぴったしですよ。うん、そして次はねカンガルーのお肉です。初めて食べますよ。まずは何もつけずにいただきます。柔らかっ。豚肉みたいだな。柔らかい。すごい柔らかい。全くなんか変な香りとか臭みってないですね。カンガルーは筋肉増強。でも筋肉増やした方が痩せやすいですからね。これ今日はね僕の体にぴったしなお肉ですね。せっかくタレがあるんで、これにつけて食べていただきます。ちょっとあの甘めなタレでね、うん、美味しいです美味しいです、うん。いやでもこれ全然わからなくないですか。カンガルーって言われないと本当わからないです。脂肪燃焼効果と筋肉増強最高じゃないですか。現地のオーストラリア現地で食べるカンガルーはちょっと火を通しすぎちゃう。ああちょっと硬いんですか。はい、ああでもこちらのお店って男性女性ってちょっと男性の方が多いんですよね。そうです、少し男性の方が多いです。
僕意外ですよね、はい、女性の方が多そうなイメージですけど、うん、ワニのメンチカツですよ。まあよくね、あの YouTuber さんワニの肉食べたみたいなことやってる方多いですけど、初めてですけど、いただきます。すっげーうまい。え、鶏肉みたいだな。すげー美味しいです。油が口の中で広がって、これもね、ワニって言われないと分かんないですよ。ワニのお肉で肉汁ってすごいな。うん、うまっ。まあ、さっきあの店の外でね、ワニの書いてありましたけど、脂質がね、鶏の胸肉の5分の1という、だから鶏の胸肉自体低脂質なのに、さらに5分の1ワニ肉の方が低脂質っていうね。しかもコラーゲンたっぷり。ちょっとね、ソースつけて、うん、あのもうね、味はね、チキンカツですね。これのハンバーガーとかってもいいぐらいですね。あ、そうですね。ワニカツバーガーみたいな。これはサラダ、普通のサラダです。普通のサラダまで何か入ってるのかなと思って。そう、サラダも一応ね。はい。ということで、こちらのお店のランキング1位のラムカツがやってきました。あのラムカツって他の店であったりするんですけど、骨がついてるラムカツってね、あんまりないんで、これはね、楽しみですね。うん、なんだこのうまさは。とにかく柔らかいし、脂がすごいね。で、あんのじゃやっぱ臭みが全くない。なんでこれ柔らかいんだろう。すごい柔らかいね、これ。でもこれ塩が振ってあるから、もう何もつけなくてもこのまま全然うまいです。めっちゃ美味しい。うん、柔らかい。あ、すごいわこれ。これ高級のラムチョップを。スプリングラムっていう。スプリングラム。ラムの旬って言われてるのが春なんですけど、はい、春の新芽、栄養たっぷりの新芽を食べて育った、はい、落ち着いちゃうんで、それに限定してうちに仕入れてる。めちゃくちゃうまいですこれ。最後ね、ちょっと締めで焼きカレー行きたいんですけど、せっかく来てますんで、まだ食べてないちょっとお肉があってね、それはね、ダチョウです。美しく痩せたい方、あ、ダチョウも低カロリー高タンパク質なんだね。ビタミンミネラルが多くて、あ、ダチョウも脂肪燃焼効果があるんだ。すごいですね。今日はね、人生初めてのお肉3つ目ですか。ワニ、カンガルー、ダチョウ。ダチョウのお肉でございます。何も言われなければカツオのたたきみたいな感じですけど、ダチョウなんですよね、これが。いただきます。どんな味なんだろう。これも牛肉だよ。とにかくもうね、ほんと全然臭みがないっていうのがまず一つと、あと全部柔らかい。牛ロースのたたきみたいな、低温調理された。うん、わさび醤油でね、美味しいですよ。じゃあ最後はね、締めの焼きカレースペシャルを食べてみようかなと思います。店主の方が門司港で食べた時に感動して、店オリジナルで提供し始めたという経緯みたいです。今日はチキンらしいんでね、チキン焼きカレーですね。あ、すごい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 。どうぞどうぞ。これね、結構量多いですね。本当にこれもう2人でですね、ちょうどいいぐらい。カレーのコクとね、ちょっとピリッとしますけど、フライドオニオンの食感がね、いい食感してますね。チーズももうトロットロですよ。鶏肉がゴロゴロ入ってます。うん、細かく刻んだキノコも入っててね、意外とこのコーンがねなんか美味しいですね。これはうまい。これはなんだろうな、焼きカレー専門店でいいんじゃないですか。門前仲町の焼きカレー屋さんみたいな。
はい、ということで門前仲町にあるプラスアルファキッチン、もう生まれて初めて食べたお肉たくさんありましたけれども、ものすごく柔らかかったし油も乗ってたし本当に美味しかったです。最後に焼きカレーもねめちゃくちゃ美味しかったん でランチは月水金のみやってるそうなので、門前仲町駅出て徒歩2分の場所にありますので、特にラム肉大好きな方はねぜひ、食べに来てみてはいかがでしょうか。それでは